令和3年1月29日、阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センター学習館で、草がつなぐ阿蘇の営みをテーマに、草小みセミナーが開催されました。このセミナーは、一昔前まで、秋になると阿蘇の草原には草小みが至るところに並ぶ風景が風物詩となっていましたが、最近では見かけるのが少なくなり、 後世に草小鼓の文化を伝えようと、麻生グリーンストックが開催したものです。セミナーでは、麻生市一宮町酒菜市の町子が牧屋組合で、草小鼓を50年以上作り続けている市原慶吉組合長が、スライドを使いながら草原の営みについて説明しました。まず、各農家が保有する牛馬の頭数によって草刈り場を配分し、 三年ごとに場所を交換しながら刈り干し切りを行っていること。昔の刈り干し切りは、柄の長い大釜で草を刈り取っていたが、今では機械で草を切るようになったこと。さらに刈り取った草は、天日に干して束ねて、屋外での干し草を保管するために草小摘みを作り、冬から春にかけての家畜の飼料にすることなどを紹介しました。この日のセミナーには、 ジオガイドや僕や関係者ら16人が参加。コロナ感染防止対策として密を避け、参加者たちは間隔を空けて座り、またメイン会場のほかに6カ所をリモートで結び行われました。講師を務めた市原さんの話では、45年ほど前までは草小隅は至るところで見られたが、最近では家畜の頭数が減ったことや、 高齢化で草刈りを行う農家が少なくなり、見る機会が減っているということです。